ジョン・ポープはアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では北軍の将軍であった。西部戦線では短期間ではあるが実績を挙げたものの、東部戦線では第二次ブルランの戦いでの敗北で知られることになった。南北戦争後はインディアン戦争でその功績ある軍歴を回復した。ポープはケンタッキー州ルイビルで、 初期イリノイ順州では著名な連邦判事であり、弁護士、エイブラハム・リンカーンの友人でもあったナサニエル・ポープの息子として生まれた。軍人のマニング・ホースとは、義兄弟でありリンカーンの妻まアリー・トット・リンカーンとは、義理のまたいとこであった。1842年に陸軍士官学校を卒業し、地形公平の名誉将尉に任官された。はじめは、フロリダ州で勤務し、続いて、 アメリカ合衆国とカナダの北東部国境の測量に貢献した。米国戦争ではザカリー・テイラーの下でモンテレーの戦いやブエナビスタの戦いに従軍し、それぞれ注意と大尉に名誉昇進した。米国戦争の後はミネソタ州で測量士として働いた。1850年ミシシッピ川支流のレッド川の航行可能性を自称した。 1851年から1853年には、ニューメキシコ方面軍の主任技師を務め、南北戦争前の残りの期間は、大陸横断鉄道のための路線測量を行った。エーブラハム・リンカーンが大統領に選ばれたとき、ポープは東大建設の任務にあり、リンカーンがワシントン DC に入るときに、その護衛をする4人の士官の一人に選ばれた。 リンカーンの副官となることを申し出たが、1861年6月14日、志願兵隊の巡庄に指名され、イリノイ州で志願兵の募集を命じられた。ジョンシー・フレモント少将の西部方面軍で、ポープは7月に、ミズーリー州北部と中部地域軍の指揮を任され、ミシシッピ側の一部の作戦統制を行った。フレモントとは、良い関係とは言えず、水面下で、 政治工作を行い、フレモントを指揮官から下ろした。フレモントは、ポープが裏切ったと確信し、そのことは、フレモントの水売り州における攻撃作戦に従って、ポープが行動しなかったことで立証された。歴史家のアラン・レヴィンスは、実際に、ポープは、不服従の心を示していたものの、裏切りというよりは無能力と臆病という方が、ポープのことをよく説明していると書いた。 結果的にポープはスターリングプライス指揮下の南軍を南方へ撤退させ12月18日のブラックウォーターにおける小戦闘では1200名を捕虜にした南北戦争の初期に自慢屋としての評判を取ったポープはその小さな勝利で報道機関の興味を生むことができフレモントがヘンリー・ハレック少将にすぎ替えられることで注目を引いた ハレクは1862年2月23日にミシシッピ軍の指揮官にポープを指名した。2万5千名の兵士を与えられ、ミシシッピ側の南軍の障壁を払うよう命令された。ミズーリ州のニューマドリードに急行軍し、3月14日にそこを落とした。続いて1万2千名の守備兵と58門の大砲で強固に要塞化されたアイランドナンバーワン。 例を占領する作戦を画策した。ポープの公平が運河を切り開いて島を迂回する、経路を作り、アンドリュー・エイチ・フット艦長の砲艦の支援もあって、部隊を対岸に上陸させ、守備軍を孤立させた。島の守備軍は4月7日に降伏し、北軍はミシシッピ川を南のメンフィスまで航行可能になった。ミシシッピ川での卓伐した功績によってポープは、 1862年3月21日付で少将への昇進を勝ち取った。コリンスの包囲戦ではハレック軍の左翼を指揮したが間もなくリンカーンから東部に召喚された。ジョージ・マクレラン少将の半島方面作戦が崩壊した後でポープはシェナンド渓谷やバージニア北部に参加していた部隊から集められたバージニア軍の指揮官に指名された。この昇進は フレモントを激怒させ、フレモントはその任務を辞任した。ポープは自分の配下の東部部隊に攻撃的な自信をもたらした。7月14日にその新しい部隊に対して驚くべき通達を発した。以下はその一部である。お互いに理解しよう。私は西部からここへやってきた。西部では常に敵の背中を見てきた。敵を求め続け、 見つけたときはこれを打ち破ることが仕事の軍隊からやってきた。その方針は攻撃することであり、防御ではなかった。一回だけ敵は我々西部軍を防衛的立場に置くことができた。私がここへ呼ばれてきたことは、西部と同じ仕組みを追求し敵に対するあなた、法を指導することだと推察する。そうすること、しかも迅速に行うことが私の目的だ。 あなた方は達成できる名声を勝ち取る機会を待ち望んでいたと確信している。その機会を私は提供しようとしている。ところで私はあなた方の心からある文言を排除しようと願う。それはあなた方の間に流行っているのを見て残念に思ったことだ。私は何度も強固な配置について撤退の経路と物資供給の基地を確保すると言われるのを聞いた。 このような考え方を捨てよう。兵士が占領しようと望む強固な配置は、そこから敵に対して最も容易に前進できるということである。我々の敵の撤退しそうな経路を調べて、我々の撤退経路はそのなすがままにさせておこう。我々の前を見つめて、後を見ないでおこう。成功と栄光は前進の中にあり、失敗と不名誉は後方に待っている。 このことを理解して行動しよう。あなた方の軍旗に多くの栄えある功績が刻まれ、あなた方の名前が、距離の人々の心に永遠に親しまれると予想して、間違いない。ジョン・ポープ、バージニア軍への通達この虚勢にもかかわらず、また、マクレランのポトマック軍から部隊を引き入れて、バージニア軍は7万名の大部隊に膨れ上がったことにもかかわらず、 ポープの攻撃性はその戦略的能力を上回った。特に南軍のロバート・イーリー将軍に退治してからが、そうであった。リーは、ポープが、決断力のないことを見て取り、そのやや劣る軍隊を分けて、ストーンウォール・ジャクソン少将には2万4千名の、部隊をつけ、シーダオさんに、陽動部隊として派遣した。そこで、ジャクソンは、ポープ配下のナサニエル・バンクスの部隊を破った。 リーは残りの部隊を連れてポープ軍に向けて前進し、ジャクソンは北に回ってポープ軍の主要物資基地マナサス駅を占領した。ポープは混乱し、南軍主力の位置をつかめないままに第二次ブルランの戦いの罠に踏み込んだ。1862年8月29日の戦闘はポープ軍がジャクソンとリーの複合攻撃を耐えたが、翌日、 ジェームズ・ロング・ストリート少将が北軍の側面を吸収し、北軍は完璧に打ち破られて退却を強いられた。ポープは軍隊において不人気だったが、フィッツ・ジョン・ポーター少将の命令不服従に敗北の責任を取らせたことで、その人気はさらに悪化した。ポーターは軍法会議で有罪とされ、面目を失った。ポープ自身は1862年9月12日に、 指揮官職を解かれ、その軍隊はポトマック軍と合流してマクレランの指揮下に置かれた。ポープは南北戦争の残り期間、ミネソタ州の北西方面軍で過ごした。1862年、条約保障されたはずの年金が支給されず、堀内で飢餓状態となったミネソタ州のダコタ数族インディアンが年金支払いを求めて暴動を起こした。ポープは エイブラハム・リンカーンから、ダコタ族の暴動弾圧の命を受け、リンカーンに代わって、以下のように宣言した。私の目的は、数族をすべて皆殺しにすることだ。彼らは条約を結ぶとか、妥協すべき人間としてなどでは、決してなく、狂人、あるいは野獣として扱われることになるだろう。ポープは、白人民兵を率いて、ダコタ族を徹底武力鎮圧した。 12月26日、反逆者のダコタ族のうち38人が、特別扱いの公主形代で一斉に吊るされ、講師刑執行された。ポープのこの西部における歴史に残る虐殺作戦行動は大きな手柄となって、リンカーンを喜ばせ、1865年1月30日にミズーリ師ー団の指揮官に任命され、及び3月13日にアイランドナンバーワン での功績に対して、正規軍の少将に名誉昇進したことで報いられた。1867年4月、ポープは、レコンストラクションの第三軍事地区軍政官に指名され、その本部をジョージア州アトランタに置き、黒人が陪審員を務めることを許可する命令を発し、アトランタ市長のジェームズ・ウィリアムズがもう一年その職に止まるよう命令し、選挙を延期し、また、 レコンストラクションに賛成しない新聞に氏が広告を載せることを禁止した。アンドリュー・ジャクソン大統領は1867年12月28日にポープを解任し、ジョージ・ミードに置き換えた。ポープは西部に戻り、アパッチ族を保留地に強制移住さためにアパッチ戦争に従軍して名声を得た。インディアン保留地の仕組みは腐敗したインディアン管理局によるよりも、 軍隊によって管理する方が良いと進言して、ワシントンで政敵を作った。インディアンに対して、より人道的な扱いを要求して、論議のもとを作ったポープの人道的な扱いとは、インディアン問題についての次の発言によく示されている。私の目標は、数族を一人残らず皆殺しにすることです。ポープはいずれべてのインディアンと決着をつける計画を持っていた。 その計画とは、できるだけ、たくさんのインディアンを、撃って、吊るして、その領土からすべてを追い出すことだった。1879年に、ジョン・マカリスター・スコフィールド少将による、サモン委員会が、フィッツ・ジョン・ポーター少将は、不公正に有罪とされており、第二次ブルランの戦いでの敗北責任の大半は、ポープ自身にあると結論付けたことで、ポープの対面はひどく傷つけられた。 この報告では、ポープが戦闘の経過について向こう水で危険なくらい、情報を入れない存在であったと、性格づけ、ポーターの意図的な命令不服従で、全軍崩壊の危機を救ったとした。ジョン・ポープは1882年に少々に昇進し、1886年に退役した。オハイオ州サンダスキーに近いオハイオ兵士の家で死んだ。ミズーリ州セントルイスのベルフォン墓地に、 埋葬されている。ありがとうございます。